海と日本プロジェクト。海は私たちに多くの恩恵をもたらしています。中でも衣食住の元となる原材料やエネルギー資源など私たちに必要不可欠な資源の輸入はほぼ 100% 船舶での輸送に頼っています。そんな船舶の安全を見守るのが海上交通センターです。伊良湖岬にある伊勢湾海上交通センターは東京湾、瀬戸内海と並び船舶の往来が激しい三大海域の一つ伊勢湾の船舶の管制業務を24時間365日行っています。伊勢湾の入り口にある伊良湖水道航路は伊良湖岬と上島の間にあり航路幅が狭く周辺には浅瀬も点在する海上交通の難所です。船舶の往来は1日およそ100隻大型船舶が集中する朝夕は管制官が特に緊張する時間帯です。船舶に対する注意喚起や気象の現況など航行の安全に必要となる情報を提供する運用管制官、海上物流を支える縁の下の力持ち、それが海上交通センターの使命です。 This is 伊勢湾マーティーズ。Have a nice voyage.